フランス領東ゴランドは、フランスが1916年から1960年の間、西アフリカに領有していた植民地。1960年に東ゴとして独立した。右がフランス領東ゴランド、左がイギリス領東ゴランド1914年8月6日、フランス軍はドイツ領東ゴランドのアネヒホに上陸した。8月8日、シュトロメを占領した。 8月27日、ドイツ領東方ラントは、イギリスとフランスに無条件降伏した。ドイツ軍が戦闘で、ダムダム弾を用いたこと、支配下にない先住民を武装させたことが、ハーグリク戦条約に違反した。1916年、西部はイギリス領東方ランドに、東部はフランス領東方ランドに分割された。1922年、国際連盟の委任統治領になった。 フランスは鉄道を延長し、ダホメやアタクパメをシュトロメと結んだ。第二次世界大戦後、新択刀治療に移行したが、フランスの支配は続いた。1955年、フランス連合内の自治政府に昇格した。1956年10月28日、国民投票が行われ、93%の国民が国連新択刀治療ではなく、 フランス連合内の自治政府を選んだ。9月10日、ニコラ・クルニツキーが自治政府初代首相になった。1958年、国民投票の不正を理由に無監督の総選挙が行われ、シルバヌス・オリンピオが勝利した。1960年4月27日、東後共和国として独立を果たした。ありがとうございます。